シュータ応援団へようこそ。内面です、ありがとうございます。内面です、ありがとうございます。お願いします。これからもメンバー入っても何するかよくわかんない。わかんないかい。軽くご説明しましょう。メンバーとは何かを。お正月、実家から帰ってきて初 X マッチ。麦も寝るときは寝る。事務所でもよかったね。久しぶりのスプラトゥーン。ずっと実家ではでっかい画面では X マッチはほとんどやってなかったから、スプラトゥーンはやってません、ほとんど実家では。オープンとスイカゲームくらいしかやってなかった。乗るかい、アゲラ。こんばんは、来てくれた人ありがとう。来ないんだ。よーし。ちょ、あ、ボタン、待ってね。これ終わったらよね。そう、スイカゲーム、カドスイめっちゃ、実家でもう10回ぐらいできたよ。10回以上できたと思う、カドスイ。ダブルスイカチャンスが3回ぐらいあったという。ただ、できませんでした。スケジュール来てここになった。ああ、そっか。まだか、スケジュール。釘拾いでもいいけど、釘拾い扱いむずいんだよな。サブスペが扱いむずいかな。一応。そうそう、ひげが扱い難しい。こういう感じお願いします、よかったら。やったっしょ。 OK、 3キロちゃんと爆風を狙っていく。どうしよう。一応6月とか。え、動画いっぱい？動画いっぱいか。うん。いいね。いけるかな。あ、惜しい。どうもい、声かわしました、ありがとう。出演さんいらっしゃい、来てくれてありがとう。なんかさ、みんなさ、 俺が配信してない間さ、視点綺麗になったって感じない？待ってね、うん、今日めっちゃスパチャ来る。ちょっと待ってね、ナイスパだけとか。今週さんがボタンさん、ナイスパです、ありがとう。ちょっとこれ終わったら2人とも読みますので、ちょっとお待ちください。これを終わったら、うぶいや。前なんか釘めっちゃ視点汚かったのに、綺麗になったかも。これあれやってないんだ。まあいいや。よーし、行ける。
アビさんとかめちゃくちゃ視線綺麗だよね、あの人とか。あれ寿司か。かな。ナイス？オッケーナイス。シュータ応援団へようこそ。内面です。ありがとうございます。内面でさ、ありがとうございます。お願いします。これからもメンバー入っても何するかよくわかんない。わかんないかい。軽くご説明しましょう。メンバーとは何かを。メンバーとは月に1回メンバー限定参加型配信っていうのをやります。あ、参加型はみんななんかさ、参加型やると結構人来てくれるじゃん。ありがたいことに人数多くて全然参加できないんだけど、入れない人もいるから、メンバー限定参加型があれば月に1回メンバー参加型をやってみんなで楽しもうってことですね。その他にみんな打ってほしいな絵文字全部メンバーになると使います。打ってみてごらん。俺が例えば今スプラやってるとして、やったー勝ったーってなった時はナイスエモート使えるし、負けた時はドンマーって打てるし、誰かがスパチャーくれた時はナイスパーって送れるし、ワイプアウトの時はこれをできるし、面白かった時はこれでできるしっていうのを使いこなせますね。その他に特典としてコメントもできれば読んであげますよっていう感じかな。できればっていうか読みやすくなりますよってことですね。10件の募集隊のスプラトゥーンのメンバーシフトを送りました。ありがとう。メンバーシフトメンギフはナイスナイス。メンギフありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。やった、嬉しいな。感謝感謝もっていっぱい食べたいな。グルショ、今説明してきた特典がメンバーにはあります。加入するには毎月290円かかりますので、よく考えてから加入をお願いします。もちろん小学生など未成年の方は保護者の許可がないといけません。パソコンやアンドロイドスマホからの加入は簡単なのですが、 iPhone からの加入方法は少し難しく、料金も高くなってしまうようなのでご注意ください。ご不明点があればコメント欄へお願いします。ちなみに料金は90円から6000円で設定が可能で、どのチャンネルも290円ではないのでご注意ください。メンバーシップに加入してくれることはもちろん嬉しいですが、一番は動画を最後まで見てくれたりコメントをしてくれることなので、メンバーに加入できないという方もぜひそういった形で応援してくれると嬉しいです。今シーズンは全ルール XP3000 を目標に頑張っていきます。いや、ナイゴロさん来た。まだ持ち出せばいいかも。バレる子はないで。ウギか出るかな。ナイゴラさん以外ボコボコにしないとどうにもならないから、よいしょ。ジェッパー向こうに、ジェッパーで何もさせなくて、1キルいける。
で今うまいよ。オーケー。あぶね。いやーよかった、勝てて。よかったら高評価、チャンネル登録、通知音ポチッとお願いします。来てくれた人、見てくれた人ありがとう。お疲れ様、バイバイ。チャンネル登録をして通知をオンにすれば最新動画やライブ配信のお知らせが届きますので見逃すことがありません。ぜひ全ての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。